優しいなやっぱりどこにもないよ渚、ポルも一緒に探すポポ <laughs> ありがとう、でも台所でお母さんが洗い物してるから見つかっちゃうでしょポル渚、それより記憶力のテストメポテストテストなんて不吉な言葉使わないでくれる第二問メポ私はやりません ラクロスの練習に行く前にオノカンチによってあんたたちを預けなきゃいけないんだからあんたたちも早くお出かけの準備をしてよねまったくたまにはみんなで泊まりたいなんてわがまま言うから聞いてあげたんだけどまとめて面倒見るなんてもうゴリゴリお出かけ前のクイズメポいやですメップルの出すクイズなんて簡単すぎてつまらないに決まってるし、うんーメポ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 今のは聞き捨てならないメポ そんなに言うならテストじゃなくて真剣勝負めぽ真剣勝負いいわよこのミスミナギサドーンと受けて立ってやろうじゃないのへへ <laughs> 行くめぽ第2問めぽ光の園のクイーン頬杖をついているのは右手めぽそれとも左手めぽ右手 石の番人の名前は何メポウィズダムんなかなかやるメポそれならこれはどうメポ光が変身するルミナスシャイニングストリーム輝く命シャイニールミナス光の心と光の意志すべてを一つにするためにシュワーンなんちって乗りすぎメポさすがによく覚えてる 一度はやってみたかったんだんところでナギサクロスは探さなくていいミッポーああそうだよ早く見つけなきゃあ,あ、もうマジでどこに置いたんだろう落ち着いて考えてみるろミッポーああ落ち着け落ち着け落ち着けそう落ち着いてクイズの答えを考えるメポ本物よりも大人気偽プリキュアになっていたのは誰メポ本物よりもは余計です 偽プリキュアになってたのは夏子と京子二人とも洋服を作るのがすっごく上手でさ二年生の時の「ベローネ祭」ではロミオとジュリエットの衣装を担当してくれたんだよね私がロミオでほのかがジュリエットロツクドーの連中が舞台にまで現れて大変だったけどお芝居は大成功ほんとによかったなそういえば夏子と京子ったら学校の体操服にまでフリルをつけて改造しちゃったんだよ あそうだ